矢板市子育て支援チャンネルファミハグ、今回はアンヨガできるようになったお子さん向けの親子でできる触れ合い遊び2を紹介します。鈴木さん親子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそしたら今日はボールを使った体幹トレーニングになりますね。体幹しっかりと体幹使える体ですね、軸をできるようにしていく遊びをしていきましょう。はい、じゃあまずはボールの上に乗ります。はい、で斜めになってしまうとお子さん頭が重いのでこのままダダーンって前に倒れてしまいます。まっすぐ上に飛んでもらうことによってお腹の筋肉がちゃんと使えるようになりますね。そう、いいよいいよ、やってごらん一回、ポンポンポンって、お、できた、あ、すごい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 、できたじゃん、上手上手上手。もう一回、ポン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 、ご機嫌ご機嫌、そうですそうです。しっかりとね、お腹使えるようにしていくためにもボールまっすぐ高く上げてあげる。そう、でだん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 ね、高く高く上げてやってあげると喜びますよ。そう、高い。体幹をね、鍛えるためにはそうですね、パパね、ここを持ってあげた方がいいかな。ここ、ここ、はい、もう一回、よいしょ、そう、ここ、ここを持ってまっすぐ高く飛べるようにしていくと、そう、あ、いや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 、なっちゃったね。そうね、ここにね、無理にね、やだっていう時にはしなくても大丈夫です。ご機嫌な時にね、やってもらえるといいかなと思います。で、先ほどもね、お伝えしたようにここですね、ここ股関節のちょっと腰骨があるところを持ってあげて、そのまままっすぐ上にポンポンポンってしてあげると体がまっすぐ伸びるんですね。これは脇の下とかになってしまうと頭がこうに倒れやすくなってしまいます。しっかりと腰骨を添えてあげて、まっすぐポン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 としてあげるとお腹の筋肉と背中の筋肉がちゃんと使えるかなと思うんですね。はい、じゃあそれではこの辺でふれあい遊び2を終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。